ゴール設定しないと全部ミスるから、だから志望時ってすっごい簡単なの。そこまでちゃんと見てくれてるんだねって熱意になるし。どうも信頼ありメンバーのバラマツです。今日はですね、大事な大事な企業分析の方法について多田さんに伺おうと思います。結構その皆さん面接受ける前に一応企業ホームページ見たりとか企業についての理解を深めようっていう風にすると思うんですけど、何を具体的に見ればいいのかとか、どういう風に志望動機につなげたらいいのかっていうのは分からないと思うので、そのあたりをぜひ聞いてみたいと思います。ということで多田さん、自己紹介をお願いします。はい、ワンケルの多田くんぺいと申します。で、今景気企画部で事業開発をしておりまして、過去はワンケレライブという動画事業の立ち上げの責任者をやってました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあ金ちゃん、自己紹介をお願いします。三橋大学社会学部3年生の大塚紀穂です。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ金ちゃん、今日のお悩みをぜひシェアしてください。まあ、本選考前で志望動機を固めていきたいなっていう時期なんですけども、ね、はい、オリジナリティが出せないなって思っていて、うんうん、あとは逆質問をする時とかもホームページ見るといいよとか IR 見るといいよと言われるんですけど、どこから質問調整してくればいいんだろうっていうので結構困ってて、こうお伺いしたいです。そもそも志望動機の構造って何か分かります？構造、うん、結局面接って結論背景じゃないですか。御社を志望する理由って言われて、まず好感度を出すわけですよね。何に対しての好感度なのかって、なぜそう思うのかっていうことに対して答えてないとダメなんですよ。で、それが複数あると説得力があるんですよね。じゃあこの複数って何かって言ったら、よく僕が話しますけど 4P の話あるじゃないですか。プロフェッション、仕事の話で、ピープルの人でしょ、フィロソフィー、社風みたいなところで、プリバリティ制度みたいなところのこの4つがあった時に、4つのうち2つか3つをピックアップして、それに対して好感を持ってます、なぜならこういう経験があるからですっていうのを2つ書くだけで説得力あるの分かります？めっちゃあります。ってなったら 4P について分析した方がいいなってなるじゃない、企業分析って。だから人に関してはこう調べた方がいいとか、制度に関してはこう調べた方がいいとか、そういう風になってこないかな。なるほど。そうっていう風にゴール設定しないと全部ミスるから、企業分析の進め方を学ぼうってなった時に、企業分析という手段が目的化してるから、完全に確かに、そう、志望動機を作るってことだよね。さらに言えば受かるための志望動機を作るためだよね。こういう構造を理解した上で、多分企業分析の進め方を学んだ方がいいかなと思います。じゃあ今回その志望動機を作るっていう上で、ちゃんと企業が分からないとこうマッチできないと思うんですけど、おっしゃる通り。それはどうやって探していけばいいんですか？だからその 4P で環境を調べていかないといけないんだけど、そのためにホームページを活用したり、就活のサイトが出してる記事を見たり、最近ベンチャー企業とかだったら採用の説明会資料が載ってたりとか、あとは説明会動画とかがあったりとか、人だったら記事とかもいっぱい上がってますよね、ホームページの中に。いろんなものが手段があるわけですよ、 OBOG 訪問とか。だから 4P を理解する環境条件を拾いに行くってなったら、あらゆる手段使えばいいって話なの。だから例えば新卒で活躍する社員がいるという話が書いてありました記事に。これはファクトじゃん。じゃあそれは何パーセントが活躍してるんですかとかっていうのまで考えた方がいいよね。新卒社員はそれもそも何人いて、でそのうち何パーセントが活躍してっていう話。じゃあ新卒社員の記事見ていこうとかっていう風に、記事の中で気になるポイント、この人はこういう風に発言している、それはファクトでしかない。で、疑問に思ったことを追加で調べる方法は何かっていう手段をずっと PDC 回していくだけなの、これって。じゃあ例えば自己分析をして、例えば人の観点で言うと、あんまり上下関係があるところではうまくできなかったなっていう自分の分析があるとしたら、できるだけフラットに接し合える環境があるかどうかっていう、なんか問いを立てた上で企業を見るってことですか？まさにそう。だからその観点で人に会いに行くとか、社員に聞いてみるってこともそうだし、そういうふわふわしたものって人に会ってみないと分かんない。記事の中で我々はフラットですとかって言ってもほんまかいなって思うわけで、だからそこは人に会うしかないね。ここは人に会う手段だなとかっていうのをちゃんと見極めていくの、その仮説に対して。その志望動機作るときにホームページ見てどこを見ればいいのか教えてほしいです。ファクトを引っ張り出してくるだけでいいと思うよ。あ、こんなこと言ってた、事業こういう風に伸びてる、でそれに対して解釈としてはここに領域に投下しようと思ってますとかって書いてあったりするじゃん。じゃあここに対して投下するんだ、でそれに対して自分がどう思うか
でそれに対して好意に思ってるのであればその背景をピックアップしてくればいいっていう志望動機って、だから志望動機ってすっごい簡単なの。もし多田さんがそのワンキャリアの面接を受けるとして受かるための志望動機作ろうってなったらまずこのホームページのどこを見ますかっていう風にパン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 いくんですよ僕。で一個一個見てとかではない。今何分ぐらいだった？3分ぐらいだろ。